フリードリヒ・フェルディナント・フォンボイスト1867年の肖像画フリードリヒ・フェルディナント・フォンボイスト伯爵はザクセン王国及びオーストリア帝国の外交官、政治家。1867年から1871年までオーストリア・ハンガリー帝国首相を務めた。ドレスデンに生まれた。1826年から1830年まで ゲッティンゲン大学とベルリン大学で法学及び政治学を学んだ。卒業後は、ザクセン王国の外交官となり、1836年に在ベルリン領事、1838年に在パリ領事、1841年に在ミュンヘン、総領事、1846年に在ロンドン講師、1848年に在ベルリン講師と英達した。 1849年、ザクセン王国外相に任命され、1858年10月25日からは、ザクセン王国首相に就任したが、首相就任以前から内閣の有力者だった。1849年には、ドレスデンにおける民衆放棄を、プロイセン王国軍の力を借りて鎮圧した。ドイツ連邦内での連行を目指して、プロイセン王国、ハノーファー王国と、 三王同盟を結んだが、バイエルン王国とビュルテンベルク王国が、追随しなかったため、プロイセンから離れ、オーストリア帝国に接近した。当時フォンボイストは、ザクセン王ヨハンに対し絶大な影響力を持っていた。1866年の広オ戦争に際しては、プロイセンやその最小オッ夫フォンビスマルクの政策に、追従することを潔しとせず、オーストリア側に組みした。 しかし戦争は敗北に終わり、ケイニ・ヒグレーツの戦い後の8月15日に首相を辞任した。同年10月30日、オーストリア帝国、ついでオーストリアハンガリー帝国の外相に就任し、1867年2月7日にはオーストリア帝国首相に就任、ハンガリーとのアウスグライヒを実行し、憲法を制定した。同年6月23日からは、 オーストリア・ハンガリー帝国の外相を兼任し、帝国最小の称号を得た。1871年11月8日に職を離れ、中ロンドン大使に転じた。後任は、ジュラ・アンドラー氏伯爵だった。1878年から中パリ大使に転じ、1882年に引退生活に入った。ニーダー・エース・ターライヒ州アルテンブルク城で死去し、 ウィーンのマッツラインドルフプロテスタント墓地に葬られた。フォンボイスト家は貴族の家系で代々フライヘアを名乗っていた。1868年にフォンボイストはグラーフに格上げされた。父は上級裁判官、兄フリードリヒ・コンスタンティンはザクセン及びオーストリア王国で鉱山部長を務めた。1843年にバイエルン王国中将。 ビィルヘルム・フォン・ヨルダン男爵の娘マティルデと結婚し、カズメ・マリーを設けた。マリーは後に、ザクセン王国蔵賞となる、レオンセ・フォン・ケンネリッツ男爵と結婚した。子孫の一人、オレ・フォン・ボイスとは、ハンブルク市長、連邦参議院議長を務めている。ありがとうございます。